無名なる夢中を目の見えぬ旅人が歩む。終わりの種はすでに芽吹きを見せている。僕たちはポロスの守護者。ここは僕たちの家。私たちは未来をつなぐ光。七色の願いがここに集い、夜を灯す群星が空に虹を描く。みんなの決意受け取りました。艦長のみんな、こんにちは。崩壊サードバージョン 7.1 のハイペリオンラウンジへようこそ。艦長のみんな、こんにちは。艦長はさっきのバージョン PV を見てどう思ったかな？なんか情報量がすごいよね。カルラ形態がまた見られるの？それに洪水が迫ってくるし、雨の音や緊張感を煽る音楽と一緒に見ると、戦いが今から始まるような雰囲気を感じるね。一体何が起こったのかはこの後のメインストーリーコーナーで紹介するよ。まずは新しく実装されるキャラから見てみよう。新 SP キャラグレーシュ空旅快晴の艦は星屑タイプの流血サポーターで、敵の流血蓄積値を増やせるの。武器は十字架だよ。グレーシュは星屑タイプのキャラだから、同じ星屑タイプの敵により高いダメージを与えられるんだ。戦闘中グレーシュはビームソードで攻撃するの。武器スキルまたは QTA 発動時に彼女は戦場にビーコンを残すんだ。敵の足元にある丸い印のことだよ。フィールド上にビーコンがあるとき、通常攻撃と QTE分岐攻撃が敵に命中するとステラフォースを回復できる。さらに分岐攻撃でフィールド上の星屑の残角を吸収して攻撃を強化できるんだ。ステラフォースはどんな風に使うの？ステラフォースは KP ゲージみたいなものなんだ。グレーシュを編成した時、チーム全員に星屑の導き状態が付与される。その状態中の味方が星屑の残角を使って敵の HP 上限を削る際、ダメージが増加するよ。さらにビーコンがある時にグレーシュがマックスになったステラフォースを全て消費すると、特殊武器スキルが発動するんだ。特殊武器スキルはビーコンの効果範囲を拡大させるんだよね。しかも範囲内の敵を束縛状態にすることもできる上、グレーシュは隕石を呼び寄せビーコン範囲内の敵に流血ダメージを与えるんでしょ？ああ、特殊武器スキル発動後、一定時間内に必殺技ボタンを押すと必殺技が発動する。落下寸前の隕石をビームソードで切り裂き、爆発を起こすんだ。溶けた隕石は範囲内の敵の流血蓄積値を上昇させながら、チーム全員が付与可能な最大流血重数をアップさせるよ。バージョン 7.1 アップデート後、新武器有効の怒り、超限武器有効の怒り星の旅も同時に追加されるんだって。この武器はビルビーからの贈り物なんだ。小さな画家からスペーストラベラーへと成長した彼女の幼い頃の夢と今の使命を融合させてできたものだよ。それと新キャラのおすすめ聖痕セット狂気の愛ももうすぐ実装されるの。この聖痕に書かれているのはゴッホの芸術人生の3つの時期。グレーシュのデザインコンセプトにはゴッホへのリスペクトがあるんだ。
画家というグレーシュの肩書きにぴったりだよね。興味がある館長はぜひ補給でこの聖痕を入手してみて。キャラの紹介が終わったし、そろそろメインストーリーコーナーでしょ。ああ、メインストーリー第42章では1.5部で暗躍してた黒幕シャがようやく表舞台に立つんだ。謎の敵を前にしたグレーシュとフカはどう立ち向かうのか、ぜひメインストーリーを体験してほしいな。あと久々にとある旧友が登場するよ。期待しててね。今回は新たなボス戦が登場するよ。荒れ狂う嵐、台風の目に身を隠すシャ。フカとグレーシュは地上から空へと向かい、シャを正面から打ち破り洪水を阻止しようとするんだ。ボス戦では異なる形態のフカを操作してシャに攻撃するよ。グレーシュはフカをサポートするの。序盤でグレーシュは絵筆で道を切り開き、フカは雲をくぐり抜けて台風の目へと向かうよ。その後フカとグレーシュは台風の目でシャと対峙することになる。シャは一心三枠の形態で現れて、3つの枠章が連携しながら攻めてくるんだ。前の枠章は地面に向かって強力な広範囲攻撃を仕掛けてくるし、後ろの枠章は栄章で追跡弾を放つ。それと3つの枠章は形態を切り替えることもできるんだって。前の枠章が増えるとより頻繁に広範囲に向かって音波で攻撃してくるし、一方で後ろの枠章が増えると遠くから砲撃してくるの。さらに枠章は連携しつつ負荷にビームまで放つんだ。もしこの時グレーシュの支援シールドがあったら、ビームを弾き返して後ろの枠章を一定時間行動不能にできるよ。今紹介したのはシャとの戦いの序盤なの。ボス戦の後半で彼女は創造主の概念を模した姿で登場するよ。肉体を捨て去って新しい世界の規則を築く神になろうと願うシャと、信念を掲げてそれを阻もうとするフカ、そして背後でそれを見つめるいくつかの眼差し。一体何が起こるのか、ぜひメインストーリー第42章をお楽しみに。メインストーリーの他にバージョン 7.1 限定イベント正解タラップも開催されるよ。館長たちは箱舟のパイロットとして通行指導、星雲戦意、星形進化の3つの模擬訓練で巨大な宇宙船を操縦する方法を覚え、いろんな挑戦をクリアして果てしない星々を抱きしめるの。箱舟に入った後ガイドを参考にして各船室の訓練ポイントに行くことができるよ。訓練ポイントは戦闘、補給、ランダムイベントの3つがあって、それぞれ違う方法で対応するんだ。指定された訓練をクリアするとイベントアイテム円盤のビーコンを獲得できるよ。戦闘時間が短いほど獲得できるビーコンの数が多くなるんだ。通常の通行指導の他に星雲戦意と星形進化にはそれぞれ水星降臨と太陽嵐の2つの特殊天気環境があるから、より効率よくパイロットとしてのリスク対応能力を上げられるの。さらに訓練中に補給の訓練ポイントに遭遇したらランダムでバフ効果を獲得できるんだ。その効果は挑戦決算まで有効だから、うまく利用するとよりスムーズにクリアできるはずだよ。戦闘訓練に入る前、艦長は臨時バフを獲得を押してラリン調整またはケーブル通信で次の戦闘で使えるバフを獲得できるの。一部の挑戦では同時に複数の報酬を獲得できるから、繰り返し挑戦して一番いい攻略法を探してみてね。模擬訓練をクリアしタラップに到着した後に円盤のビーコンを注入するとタラップの回数が上昇するよ。回数が高いほど獲得できる回星の羅針盤も多くなる。回星の羅針盤を使うとイベントショップで星4イベント聖痕、キアナ試験準備 T、 空旅回星の艦のかけら、太古の石、水晶などの豪華報酬と交換できるよ。メインストーリーの次はバージョン 7.1 のテーマイベント、スターボヤージュ逆襲にも注目してほしいな。スターボヤージュ逆襲は1500年前にグレーシュが箱舟に乗って探索した時の物語なんだって。
この旅で彼女は崩壊獣たちを指揮しながら戦ってライバルの基地を攻略するの。今回のテーマイベントは戦略型カードゲームだよ。グレイシュは様々なカードを持ってて、それをいい位置にドラッグすると仲間は決まったルートで前進して自動戦闘するんだ。エネルギーは時間経過とともにチャージされるけど、カードを置くときに消費されるから、うまく振り分けるのが勝利のコツだよ。異なるカードには基本的な相性関係があるの。例えば遠隔カードは飛行カードに有利だけど、近接カードの前だと不利になる。その関係をうまく利用することが勝利へのもう一つのコツだよ。戦闘に入る前に赤、黄、青、ミックスの4種類の絵の具から1つを選択できるんだ。絵の具にはそれぞれ分岐スキルがあるから、カードの戦略にも影響を与えるよ。例えば赤を選んだ場合、その分岐スキルを活用するために艦長は赤のカードを多めに入れる必要がある。さらに絵の具デッキには2つの戦略ポイントがあるよ。1つ目はどの絵の具にもある専用の魔法カード。デッキの一番右側にあるんだけど、一定のエネルギーを消費するとエネルギー消費なしでそのカードを使えるの。2つ目はどの絵の具にも存在するリーダーのこと。リーダーがフィールドにいるとき、エネルギーを消費してタイミングを見てリーダースキルを発動できるんだ。さすが戦略型カードゲーム。一つ一つの選択が重要なんだね。そこが面白いんだよね。うん。今回のイベントは今までのようにデイリークエストと挑戦クエストがあるの。デイリークエストは限定された色のカードで戦闘するんだ。しかもカードを出すたびに全カードの消費エネルギーがリセットされるんだって。デイリークエストでより多くの経験値を獲得すると旅行家レベルが上がるんだ。しかもカードの獲得や強化に必要な星の F でもゲットできるよ。挑戦クエストは自由にカードを組み合わせて戦闘できて、さらに最高クリア記録が表示される記念勲章、空旅の導き勲章もゲットできるの。イベントに参加すると聖炎のニュクスの新コスチューム、水晶、再構築型枠 EP、 三分結晶などの報酬を獲得可能だよ。さらにバージョン 7.1 ではメイン画面がリニューアルされるの。第2部のメインストーリーがリリースされたら、基地で行動するときにメイン画面を呼び出すことができるようになるんだ。背景も今の場所によって変化するよ。このデザインはそれぞれの場所のスタイルになるべく合わせられるよう設計されたんだって。バルキリー画面、出撃画面、そして編成画面も変わるの。新 UI は各画面の効果とスタイルを調整しつつ、実用性も最適化されてるらしいよ。例えば装備切り替え画面で同時に武器と聖痕を装着できたりとかね。バルキリー画面では便利な用語説明機能やスキル見本動画が追加され、編成画面では切り替えずに一つの画面でチームを編成できるようになるんだ。さらにクイック編成の機能も追加されるらしいよ。新しい編成画面でバルキリーは 3D で表示されるの。しかも出撃画面には推奨タブが追加されて、そのバージョンで開放されるイベントとメインストーリーが表示されるんだ。下に常設コンテンツが表示されるから、艦長たちにとってはリマインダーみたいな機能だね。バージョン 7.1 での UI リニューアルの紹介はここまでにしよう。この先のバージョンでは他の UI も調整されていく予定だから、ぜひお楽しみに。 UI のリニューアルの他にシステムの最適化もあるんだって。バージョン 7.1 アップデート後、モバイル端末の i ちゃんスマホの追加データ機能はデータ管理に変わるの。そこでは一部のメインストーリーの音声や動画データ、使用しない音声データを削除して容量を減らせるんだ。システム更新の次は新バージョンのボーナスを紹介するよ。バージョン 7.1 ではテーマイベントスターボヤージュ逆襲、メインストーリー42章、復刻イベントサバイバル夏の競争曲サイド A と追跡狩猟が順に開催されるんだ。イベント期間中、指定された4つの任務とログイン任務から任意の4つをクリアすると
珍品四季の四季画面で四季の律者のキャラカードをゲットできるの。これは四季の律者様からのプレゼントだよ。やった、四季の律者様万歳。新バージョンの内容とボーナスは以上だよ。次は今回の新衣装を見てみよう。まずは四季の律者のコスチューム、ナイトエンブレイス。初期衣装と比べると今回は対照的な黒と紺色で死と生を表現したんだって。この衣装のデザインは細部までこだわって作られてるね。ドレスの飾りはパッと見だと彼岸花っぽいけど、よく見たらバラとリボンだってわかるんだ。さらに小さい王冠のような髪飾りもあって、すごくゼールらしくて可愛いの。裾は翼のようなデザインで全体的にふんわりとしてるね。新しい衣装に着替えた後、召喚物のディアナとフローラの見た目も変わるから、気になった館長はぜひ見逃さず服装補給でゲットしてみて。2着目はターミナルエイド0017のスイートデビル。初期衣装からさらにすごく可愛くなったよね。この名前、小悪魔っぽくて甘いパンチで攻撃を仕掛ける感じがするね。彼女のパンチはそんなに可愛らしいものじゃないと思うけど、興味のある館長はギフトコインでこの甘くて可愛らしいコスチュームをぜひゲットしてみて。うん、さらにもう一人みんながよく知ってる子も新しいコスチュームに着替えてきたよ。聖炎のニクスの新しい衣装、雲上の迫力。しなやかで汚れない白って感じだよね。黒ゼーレも白い服を身にまとうようになったんだ。白衣をまとってるけど腹黒いところも消えてないよ。デザイナーは彼女の肩と腕に黒の飾りを入れたんだ。こんなに素敵なコスチュームすぐに欲しいよ。このコスチュームをゲットしたい館長はぜひテーマイベントに参加してね。新衣装の次は累計チャージイベントを紹介するよ。バージョン 7.1 期間中、累計チャージ額が6480ギフトコインに到達すると、進化の印天元のパラディン、進化の印無限植生の蛇と太古の伝承から好きな方を一つ選択できるんだ。さらに限定補給チケット、装備補給チケット、 SP バルキリー補給チケット、太古の意志などの報酬をゲット可能。そして最後にもう一つ、きっと館長のみんなも第2部に関する情報を知りたいよね。少し紹介するよ。第1部の物語は2016年に始まって、エンディングを迎えたのは実は2018年だったんだ。ゲーム内では2年しか経ってないんだね。ここでさらに時間軸を指定しよう。第2部の物語の舞台は火星で、彼らの文明が終焉によって破滅しそうになるのは地球歴の10億年前くらいなんだ。破滅しそうになる？じゃあ結局破滅したの？してないの？それはまだ言えない。みんなに教えられるのはここで起きたことが第2部のある重要な設定と関係があるってことだけ。そして時間を進めて地球歴 2.5 億年前、社がいた金星が終焉に滅ぼされた。このことは 1.5 部にも語られたね。金星が滅んだ後、長い時間を経てやっとみんなが知ってる地球で恐竜が絶滅した時間がやってくるんだね。そして歴史を右へと進んで、第1部のエンディングから数年後、2023年、2人の地球人が火星に着陸して探索を行った。みんなも第2部の予告 PV で彼女たちのことを見たよね。その後は真新しい物語が始まるよ。あとこのタイムラインの終わりにあるのはみんなが知ってる広報会所のスタート時点。その数年の間にどんな物語があったのかな、ちょっと気になるよね。それは第2部の物語に期待してほしいな。いろんなものが一気につながった気がするし、たくさんの情報を聞いてますます新バージョンと第2部が楽しみになったよ。それじゃあ今回のハイペリオンラウンジはここまで。また次回会おう。またね。